こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなので。今回のミッションに勝利すると、特別報酬が支給されます。今回のマップは、キャリフォルニアベースなので。出撃する機体を選んでください。キャリフォルニアベース？聞いたことのないところだね。新しく、実装されたマップだぜ。じゃあ、どんなマップか、わからないから。黄色いプロガンで、レーダー張りながら、様子を見るね。オッケーだぜ。まずは、マップに慣れていこうか。了解、了解。それと、プロガンこと、プロトタイプガンダムも、用意したから、使ってほしいのぜ。サナエが、プレゼントしてくれたやつだね。そうだぜ。楽しみだよ。陸ガンよりも、使いやすいのかな。うまく使えれば、サナエも喜ぶと思うぜ。頑張ってみるよ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。この戦いに終止符を打たねばな。全軍総攻撃開始。さてと、どうせ拠点制圧には間に合わないから、景色を楽しみながら行こうかな。海辺は、ちょっと南国風だね。高速道路みたいのもあるし、結構入り組んだマップみたいだぜ。指揮官から指示が届きました。こりゃ、1回で全部は見れないね。もちろん、1回で全部は無理なのぜ。まあ、少しずつ慣れていきますか。真ん中のレールみたいのは、何なんだろう。なんでも、ザンジバルを射出するところらしいのぜ。ザンジバ？ザンジバル、ジオンの戦艦のことだよ。よくわからないけど、すごいマップだね。レーダー置きながら、一番奥まで行ってみるよ。この辺は、段差が多くて、タンクや、ドム系のモビルスーツだと、移動が大変そうだね。なんか、トンネルがあるよ。穴があると、入ってみたくなるね。自軍砲拠点 B が攻撃されています。もうすぐ、マップの一番奥に、自軍砲拠点 C が攻撃されています。上は、敵だらけだね。このまま、通してもいいんだけど、上も、抜けみたいからな。完全に、敵のど真ん中だぜ。一気、一気取りにできれば、OK だよ。指示が届きました。わー、お願い。思いっきりのいいパイロットというのか、無謀なパイロットというのか、コメントしにくいので。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。拠点1から拠点3方面に行ってみようかな。近くに敵がいるのぜ。了解、探してみるよ。後ろかな。いたよ。この辺は、ビルが密集してるんだね。攻
熱源体、接近って何？よくわからないけど、多分、ボンジバルが射出されるので。エースも、警戒も出てるから、拠点隊の制圧は、今がチャンスだぜ。了解、了解。今のおかずしかは、今日のゲームの気振りは、キレが違うので。もういいや、気振りはおしまい。やられちゃう、やられちゃう。ある程度、落ち着いたから。呼吸に戻ったらいいので。呼吸器を破壊しました。了解、了解。もう少し、後ろの方がいいかな。まだ一匹いたので。了解、出てこなければ。呼吸に戻ります。ねえマリサ、最近サナエに会った？いや、このところ、サナエのやつ、付き合い悪いので。あたし、この前、偶然会ったんだよね。福主の家に入ろうと思ったら、ちょうど、サナエが出てきて、イケメンイケメン、なんて幸せなんでしょう。おおほっほっほ。って、言いながら出てきたんだよ。なんじゃそりゃ？それでね、あたしの顔を見るなり、私はイケメン。霊夢は、マリサなのぜ。いいこと、あなたには、負けませんのよ。おおほっほっほ。って、言いながら、帰ってったんだよ。さなえ、どうしちゃったんだろうね。何も聞いてないけど。かっこ、今回の件は、本当に何も聞いてないので。かっこたち。よう、見事なくぐり。じゃなくて、サナエのやつ、明らかに、何かたくらんでるので。やっぱり何かも、そう思う？実習ハック、間違いないと思うよ。サナエは、ウプ主と、仲良しと良しだからな。ああ、まだ何か、人資格もつくんだのに、違いないので。まあ、サナエのことだから、どんな企画でもいいことは確かだよ。どんな企画、持ち込んだのか。もう少し、様子見てみようぜ。そうだね。でも、やっぱ楽しみだな。それで、レイムは、何か連れてるので。隠れてるんじゃないよ。今、やっぱエースタイム。様子見に、ポイント稼ぎしてるのね。もう少しやり方も、どちらかと。予定さんのエビスリムは、しょうがないんじゃない？確かにね、このマップでも、予定さんは、運用の拠点になってるしね。予定後には、連邦のエースがいて、味方が同意になってるし、この拠点さんが同意するのは、運用のことだね。あ、そうだよ。もっともちろん、そこまで考えても、エースタイムだよ。わー、かっこ、そんなこと、考えてもらなかったよ。かっこたち。おや、回復感謝です。まあ連邦のエースは、やられちゃったから。予選後は、やれなかったけどね。敵エース機の撃破に成功しました。敵エースの、撃破に成功。玉切れのため、補給に戻ります。デレイムは、十分に稼げたのか？うん、十分稼いだよ。あれ、マリサ。全部、おみこおちだったんじゃないの？まあね、あまりにレイムが、真剣に、ボイチューしてたから、マップ見ながら、こじつけてみたので。ああ、やっぱり。いいな。さてと、次はどうしようかな。南に、敵の補給艦が出てるけど、今から行っても、間に合わないから。拠点3から、拠点4か、拠点5に向かうのが、いいんじゃないかな。了解、
了解。指揮官から指示が届きました。自軍砲撃艦 B の耐久値が残り 50% を切りました。あれ見えないよ。もう格闘は無理だね。戦力ゲージが残り 50% を切りました。呼吸器を破壊しました。さてさて、お次は？この向こうに敵がいるね。霊夢、今回ちょっと不気味すぎだぜ。やばいよやばいよ。霊夢、こっちはもっとやばいのぜ。撤去戦の目の前だったよ。でも、これでプロガンを立てるね。肉眼の言ってたすぐ後だから違いがよくわかるんじゃないかな。報告先だから大事に使ってほしいので。了解、了解。あれ？あれれ？あれ？レイム、何してんのぜ？わあ、こんな時に仕上がよう。プロガンもレイムが乗り込めるのぜ。ここでは、目標返して感謝、感謝です。天井に電気を見立てましたので、この命、大事に使わせてもらいます。むやみに、無駄にしてしまう、霊夢なので。発撃波、発撃波。次の敵さん、どこですか？よくやってくれた。その調子で頼むぞ。ワーカーさん、ごめんなさい。せっかくの命なのに、またやられちゃうよ。霊夢、一度回復に戻るので。了解、了解。注意お願いします。感謝、感謝です。それで霊夢、プロガンは、どんな感じなのぜ？肉眼よりも軽く動けて、いい感じだよ。格闘も、二刀流だから。素振りの迫力、2倍だしね。霊夢、そこはせめて、当たる確率、2倍、ぐらいは、言ってほしかったのぜ。そうでした、間違えました。ミサイルなんか、当たらないよ。バグがよくわかります。慎重に行動しろ。ここは我慢比べだ。
てなので、調子に乗りすぎたよ。わあ、私のプロガンダー、どう見てもぶっこいすぎ、師匠に怒られるので。反省します。です。はい、出撃する機体を選んでください。次は、撃ち入れ、ガンガン撃っちゃうよ。自軍本拠点 B が攻撃されています。あれ、あれれ、あぁ、忘れてたよ。エフレンの OC は、ビームライフルを持ってなかったんだって。同じ OC でも、全く違う機体なので、陸眼と、プロ眼を入れたデッキだと、エクスポスタの完成で、あまり使っていなかった。ジュニスティを入れ込みはいなくなったので。そう、だったんだ。撃った瞬間、火力のなさに、びっくりしたよ。確か、260以下の、カエル強襲機を持ってないので。今、このウッディに、スプレーガンを持たせるか。新たに、キングのスジムを開発するか、検討中だぜ。スジム？スジムって、ジムのことでしょ？もっと弱いんじゃないの？何言ってるのぜ、霊夢。スジムは、初期隊だけど、ガンガン、使っていける機体なんだぜ。わあ。あれ？霊夢、何やられてるのぜ？ウッディを、うまく使えなかったんだよ。話に夢中で、霊夢のこと、見てなかったので。肉眼が出せるね。やっぱり慣れた機体が、一番しっくりくるよ。なんとか、逆転したいところだね。うん、核が出てるから、援護に行くよ。わあ、嘘でしょ。その程度で歯向かおうなど、どころか、自分の身も守れなかったよ。陸眼での最短蓄積時間更新だぜ。敵が2キーターだから、格闘振った後、すぐに離脱するか、格闘以外で攻撃すればよかったので。うん、もっと上手くなりたいよ。私は、あの人に勝ちたい。あの人って、誰なのぜ？誰でもいいんだよ。ただ、あの人に勝ちたい。そのセリフを言いたいだけなのぜ。ありがとね。当たりだよ、マリサ。でも、今乗ってる、黄色いプロガンこと、トレーナーと、肉眼、それに、別人による、火眼こと、マイカーナーは、とても使いやすいよ。ここに、プロガンこと、プロトタイプガンダムが加わりそうだね。いよいよ本格的な格闘の練習が必要になるので、いつまでも自分ばかりじゃ格好悪いもんね。実戦だけじゃなく大規模戦練習か、チュートリアルで練習した方がいいんじゃないかな。うん、そうだね。そうしてみるよ。指揮官から指示が届きました。あそこに味方が倒れてるよ。わあ、間に合わなかったよ。それでは、近くの味方を支援します。これは、敵ですね。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。ありがとう。そうそう、今度、対空砲を持ってみたいと思ってるんだよね。対空砲があると、安心できる時って、結構多いもんね。マリサ、もう一機、黄色いプロガン、撃ってもらえないかな。もう一機、悪くないで、考えとくのぜ。はい、回復しますよ。嘘？ありがとう。わあ。熊に撃たれたので、なんで、私だけ？
運が悪かったとしか言いようがないので。戦力兵器が破壊されました。出撃する機体を選んで。しょうがない、明るく君頑張るよ。自軍砲拠点 A が攻撃されています。作戦時間残り1分を切りました。なんとか一機だけでも倒したいな。倒せたよ。慎重に行動せよ。ついでにもう一機。あれ、もう一機。こっちへ行きないで狙いが良かったかもね。もう一機捕獲してくれたよ。ジオンの巨人共に呼吸器を破壊機関から指示が届きました。よし、もう一機だ。落とせなかったよ。あらら、なので。我が軍の敗北です。撤退してください。戦闘における戦績を報告します。君は名前でよかったけど、今回の霊夢はあまりにもプスリすぎだぜ。個人の評価を報告します。そうだね、かなり反省してます。なんてことだ。ブライト、タイミング良すぎなのぜ。それでは、皆さんこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回は、舞台弁当計画してるよ。え？舞台お弁当？食べるの？